今日は、皆さんが一番知りたい話、内容、それが運命は何によって決まるのか、まあ、この世はですね、幸せな運命に恵まれて、ね、幸福な人もあれば不幸や災難に、ね、襲われて苦しんでいる人もたくさんいる、ね、我々の運命は何によって決まるのか、これ私たち人類始まって以来の永遠のテーマ、すべての人は人間に生まれた以上ですね、誰もが幸せを求めている。でもなかなか幸せになれない、苦しみや災難で、ね、悩み、ね、悩みの人多いですけども、この運命は何によって決まるかね、人類始まって以来のテーマ、それを今日はね、もう短期間で、ね、真実はこれだというのをね、皆さんに紹介したいと思います。まあ、私もこの学生時代からですね、30年余りですね、まあ、これちょっと専門に学んできまして、ね、運命について説いている宗教とか、哲学とか、思想などを学んでみた結果ですね、まあ、この4つに全てが収まると。こういう意味ですね。運命についていろんな教えをみんな説きますけどもね、偶然論で教える人と自由論で説く人、宿命論を説く人、そして荒屋敷演技を説く人、大きくこの4つにまとめることができます。世界中のあらゆる思想をですね、この4つに集約することができるかと思います。そして一つ一つですね、これはね、皆さんの理性、皆さんの頭でね、納得できるかどうかをね、確かめて、理に合わないところはちょっとね、外すとかして、ね、本当に幸せになれるメカニズムはどこに説かれているか。で、それをしっかり、ね、自分が自分のものにして、ね、本当の幸せな人生を歩めるようになっていただきたいと思います。で、そこで早速ね、見ていきたいと思います。まず、運命は何によって決まるか。まず、この運命という言葉ですけどね、これは実は、キリスト教の意味合いを持った言葉がこの運命なんです。キリスト教ではですね、運命は、ね、すべて神の意思で決まると、こうしてるんですね。我々の運命はすべてですね、神が我々を作ったと教えね、そしてこの大宇宙もすべて神が作る。ただ神がすべて我々に運命を与えると、まあ、命を運ぶと書きますけどね、この神が運命を与えるという意味合いが、この運命という言葉には強くありますから。私は真実から言いますと、この大宇宙を作った神や我々というものを作ったのは神ではないとこう思いますので、ね、この言葉はあんまり私は使いたくないんですけどね。でも一般的には運命と言ったらよく使われますしね。で、仏教ではどうかと言ったら、果報という言葉がぴったりきます。運命と言ったら仏教ではこの果報という言葉を使います。さまざまな運命は、ね、果報なんだと教えるんですね。果報と言いますと、これはですね、まあ、皆さんご存知ですよね。果報は寝て待って言われますように、ね、果報というのはこれですね、今までの因によって、原因によって、詳しく言えば因と縁が合わさって我々はさまざまな結果の報いを受けていると。今皆さんさまざまな運命を受けている、これ全部仏教では果報と言いますね。それはみんなあなたが過去に蒔いた自業自得であると。自分の蒔いた業によって、自分の作った業によって自分が今刈り取っている。自分が蒔いた種は自分が刈り取らねばならない。これが仏教の教えの根っこであり幹にあるんです。それを仏教では果報と言いますね。運命といったら果報というところが本当は一番いいんですけども、こっちよりも運命がよく知り渡ってますから、一応運命という言葉で話を進めていきたいと思います。でも意味から言ったら本当はこっちの方がね、私はよりいいなと思うんですけどね。ところがね、この果報ではね、間違って使われてるんですね。例えばどうですか、果報は寝て待てと聞いたら
寝るとはどんな字を使うかといったらね、このおねんねのね、寝るで理解するんです。家宝は寝とったらいいと。そんなバカなことありませんよ。いろんなさまざまな結果はいいですか。家宝はね、あのスリープじゃなくてこの寝るなんです。練習の練なんです。家宝は寝ていてでなく寝てまでなんです。これが正しいね。家宝は寝てまで、ね、寝ていてではなく寝てまで。これ練習の練だからね、努力して、ね、寝る。結果が欲しければ結果にふさわしい行い、ね、種まきをして待っとればやがてその結果は来ます。これが正しい意味の家宝は寝て待てです。で、僕の言ったこの寝るを使わずにね、この間違ったね、この何にもしなくてもね、いいんだと。ただ待っとればいいんだというふうに思ってますけども、そんな待っとって良い運命は来ませんよ。今受ける結果の全ては今までの過去、我々が蒔いた種まきの結果が今の私の運命なんです。これが真実。まあ、結論から言いますと、荒屋敷縁起、これが真理なんです。自分の蒔いた種まきで運命は生み出され作られていく。でもこの真理を多くの人が分からないから、みんな幸せになれずに苦しんでいると、こうズバリね、仏教では、まあ、有意識では教えられます。まあ、そこでね、我々の誤りをね、まあ、ちょっと皆さんと一緒に、ね、どこをどう間違っているかをね、一つ一つ明らかにしていきたいと思います。まず一つ目ですね、まあ、これはあまりないと思いますが、運命は全て偶然であるという考えね。運命は全て偶然が引き起こすんだと。まあ、これはさすがにあんまりないと思います。まあ、まだ原始時代とかね、科学の進歩が全くなかった時代ならばね、このね、世界を、まあ、偶然だというふうにね、理解するのもわからんでもない。これ仏教では、無因無縁説といってね、因果の道理を認めない。ね、この世には、原因もなければ、縁もないと、ね。直接原因、間接原因。もうそんな因果の道理は存在しないというね。もしこれを主張するならば、今の科学も否定しなければならない。今の科学は、この因縁の、因果の徹底した追求によって、科学は進歩しました。ある結果が起きた。この原因は何かを突き止めた。またそれを、経過に置き換えて、原因は何か、原因は何か、因果を徹底して追求することによって、科学は進歩しましたように、因果関係の追求によってこそ、この人類はね、栄えたんですね。当然実は、我々の運命も必ずね、結果には原因があるんです。でもそれを全くね、無視した考え方が偶然であると。まあ、科学が発達しない時ならば、こういう人も多かったかもしれませんが、今はあんまりいないと思います。まあ、でもね、中にはいるかもしれない。ね。すべては原因なしに、いろんな結果が起きてくると。まあ、偶然というところも感じられるところがありますけどもね、それは、ズバリね、原因がわからないだけなんです。これ原因がわからないことを偶然ならば私はいいと思いますよ。でも、原因なしに、偶然というならば私は、ね、それは正しくないと思います。やっぱり多くはやっぱりね、必然だと思いますね、必然。今の科学は必然だというね、まあ、この立場で原因を追求してきますね。結果には必ず原因があると。ある結果が起きたとしたならば、必ずそれには、それにふさわしい原因というものがあると。この現象、さまざまなね、物理的な現象においても絶対に結果には原因があると。これを必然と言いますね。必ず叱らしい。結果には必ずふさわしい因があると。徹底した因果の追求によって、ね、今の文明の進歩がありました。だから、ね、偶然というものはどんどん今減っていってるという意味ですね。まあ、地震にしてもね、
いろんな災害にしても、あれは偶然じゃありません、ね、必然なんですね。まあ、地震の仕組み今ね、どんどん分かってきておりますように、多くの場合はやっぱり必然だと思いますね。ただ分からない部分が、今の科学でもね、まだ原因が分からないことがあるので、ね、まあ、それを、まあ、偶然というならば私は仕方がないと思いますが、原因もなしで、ね、因も縁もなしで結果が現れる、そんなことはないでしょうということが、まず一つ目のね、この偶然のはやっぱりね、これはね、どうですかというふうに私は申し上げたいですね。偶然とはやっぱりね、あの無知の代名詞、ね、無知の代名詞とは、ね、知らないから、この結果に対するね、原因を知らない無知の代名詞で偶然とのね、私はね、払い戻ってもらいたいね。結果には必ず原因があるはずです。あるいは神様を担ぎ出す、これ後で言いますけど、宿命論の中の神説といってね、運命は初めからね、宿命で決まってるんだ、神様が、神様の意思で決まってるんだというこの話もね、これは残念ながらね、それは未開人の名残ね、原始時代ならばね、このいろんな現象を見てね、神様がこういうふうにね、台風を起こしたとか、ね、雷を起こしたというふうに昔の人は信じましたが、今はね、別に神様じゃないんですわね。ね、もういろんな現象の原因が分かっていることが多いですから、昔はそういう信仰があってもね、今はね、このだんだんとこの神の存在というものがだんだん薄れてきてますね。矛盾がいっぱい出てきますから。まあ、これは後でもちょっと言いますけども、まず一つ目ね、偶然というものはちょっと、ね、この因果の通り、因縁がね、これ縁起から外れます。まあ、結論から言うと、真実は縁起。縁と言いますのは、因縁生起ね、因縁生起。このようなさまざまな結果というものには必ずね、原因がある。正確には因と縁ですけどね、直接原因と間接原因、ね、お米で言ったならば、ね、もみだれが直接原因で、水とか肥料とか、ね、そういうものが間接原因で、因と縁が合わさって、ね、生起、生まれ起きる、これが真であります。でもそれとは全く無視して、神というものが存在して、ね、全て神のなすがままに運命が、ね、コントロールされているのはどうかなというような思いになるんですね。まあ、これ宿命論の中の死人説と言います。で、まず次2つ目ですね、自由論。これは運命はですね、我々の努力によって、意思によってどうにでもできるんだというふうに思っている人たちの考え、これは若い頃にはそういう思いになる人があります。全然ね、この世の成り立ちを知らない、自分の姿も知らないし、この世を正しく理解しない人は、俺は努力によって何でもできるんだと。まあ、これ夢があっていいかもしれませんね。若い時はこの無限の可能性がありますし、無知ですからね、もううぬぼれて何でもできると思ってね、やる人いますけど、しかしだんだん年を取っていくと、現実とぶつかりますと、思い通りにならずに諦めのね、宿命論とか運命論と言われる考え方に晩年になると大体なります。人間といったら大体ね、若い頃は自由を、努力によっていくらでもね、運命は変えていけるという考えを自由と言います。ところが年を取るとなかなか思い通りにいかない、なるようにしかならない、運命は神様が決めてるんかなと思ったりね、もう過去の種まきでもう全てもうどうしようかなと決まってるんだと、もう諦めるしかないというふうに諦め主義になっていくのが大体人間晩年なんです。トルストイというね、有名な文学者がロシアにかつていましたけどね、あの方の作品読んでみると、若い頃はね、自由なんです、ね、何でもできるという希望や夢がありますから、大体こういう若い頃はみんな多くの場合自由論の発想で、ね、世の中を考えます。ところが年を取ると
思い通りにならないことがいっぱいぶつかって、ね、諦めの境地に入ってね、この宿命論的な考え方にトルステイはね、なっている部分があります。まあ、これは彼に限らずね、普通一般の人は大体そうなります。若い人はね、革新政党。ね、年取ると保守政党に変わるんです。かつて昔ならばね、この共産主義に走ってね、あの革新政党でも学生運動を起こした人が昔いましたけどね。バーベンになったらやっぱりね、もう考え方をガラッと変えてますよね。やっぱりもう保守政党に回る人も多いです。これは大体人間の営みなんです。若い時はうぬぼれてますから、何でもできると思ってます。ね、我が身知らず、ね。小さく私もね、野球選手になって有名になりたかった。でも我が身のね、実力知ったらとてもプロ野球選手になれないということで、諦めましたけどもね。我が身を知らない時はね、何でもできると思ってます。自分の種まき知らないから。自分の素質やね、今までまいた種まきを知らなかったら、何でもできると思ってますけど。真実は今までの種まきで決まりますから。今までの素質もあります。今までの努力によって未来を作り出されてきますから、ね、思い通りにはならない。これが現実なんですね。だからこの授業の問題は、ね、何でもできる。これ間違いです。真実は、ね、あの自由にできる部分もあるし、ね、どうしようもできない部分もある。これが真実。これが荒屋敷演技なんです。今まで皆さんが荒屋敷に収まっているね、種まきで、明日、明後日、未来の問題が作られていきます。だからもしね、素質がなければ、スポーツ選手になれないしね、職業でもね、あの頑張ってもね、夢が叶わない場合もあります。種まきじゃなければ。でも、種をまいていけば、夢が叶う、目標が叶う場合もあります。だから結局は、荒屋敷に収まっているね、過去の経験値なんです。過去の種まきが荒屋敷にどれだけ、ね、行いがあるかによって運命は決まっていくんです。で、私たちはまだね、荒屋敷のものにはですね、自由意志があってね、この限られた選択肢で自由に選ぶことのできる心を私たちは持ってますから、限られた選択肢の中で自由に選ぶことはできます。でも、何でもできません。ただ、真実は、自由論の部分と宿命論、運命は決められている部分もあります。例えば、生まれながらにね、あの、両親が、親がこうだから、親の後を継がねばならない立場の人もいますから。また、持って生まれた才能、素質によってね、職業を自由に選べるわけではないんです。真実は、この宿命論、運命論、両者を一つにしたもの。ね、自由の部分もあるし、宿命の部分もある。これが真実ね。で、私たちは、二分法の考え方で、丸か×とかね、正しい間違い、右か左かという、そういう考え方しか私たちはできないんで、はっきりね、自由論か宿命論か私たちは運命を決めたいですけどね。真実はそういうことはできない。だから自由論は、これはね、一部分正しいですけども、完全な自由論は間違いです。一切制限されますから。わかりやすく言うとね、運命は自分の努力でいくらでも変えるといったら変えれません。例えば、男性が女性になる。これ絶対無理です。もちろん、手術できますよ。この顔形でもね、お金出したら変えてくれますけども、男性に生まれた人がね、女性に顔形変わってもね、もう子供産めません。これもう生まれた時点においてね、もう変えられない運命があるんです。ね、絶対変えられない運命があるんです。生まれた時点において、種まきによって。ただ絶対自由なんかありえないんです。ね、ただ持って生まれた素質から言ってね、全く素質ないね、人がね、運動神経鈍い人がね、私はオリンピックに出たいといくら種まきしてもね、もう絶対叶わないこともいっぱいあるんですね。ただ自分の姿を正しく知ることが、ね、幸せになるコツ。今の自分の持ち味を生かして、実際生まれた時の才能も素質もありますから。で、仏教ではそういうのはね、ね、どんな素質であってもね、幸せになりますから。持って生まれた DNA でも十分幸せになります。そんな職業に肯定とかね、ないですしね。幸せになるには、今の自分の姿を正しく知って、己が持ち味を生かしていけばいいんだと。
いうのがね、仏教なんです。仏教ではね、一人一人ね、持ち味、個性を生かしていく教えなんです。こういう言葉がね、お経であるんですけどね、お経にね、これ極楽浄土、この最高の幸せな世界をね、仏教で極楽と言いますけどね、極楽浄土に咲いている花がね、それぞれね、色が違うんです、ね、こう言われますね。正色正香、青い色の蓮の花は青い光を放つ。そして黄色い色の蓮の花は黄色い光の蓮の花を咲かせる。そして赤い色の蓮の花は赤い光を放つ。そして白い色の蓮の花は白い光を放つ。これが幸せな世界に生まれている人の心なんです。正色正香、黄色黄香、赤色赤香、白色白香とこう読むんですけどね、極楽浄土に咲いている花をね、これ例えてるんですね。皆さんはこのね、色なんです。皆さんそれ個性がありますね。個性はみんなあっていいんです。しかしね、みんなそれぞれね、光を放つのは同じなんです。違いがあるまま平等なんです。これが本当の平等、本当の幸せの世界を花で仏教では例えるんです。阿弥陀経の仏教にあるんですけどね、極楽浄土に往生しても、皆さんこの世でね、幸せになったといってもね、今までの皆さんのあらやしも溜まっている持ち味をね、生かすんです。だから自分を、個性を生かすんです、ね、これが青、黄、赤、白なんです、ね、己が持ち味、生かしていこう、これが幸せなる秘訣、ね、でもどんな色でもね、光を放つことはできるんです、ね、違いがあってもいいんですね。一人それを個性を生かしていけばいいんです。自分の持ち味を生かして一人一人が輝く人間になればいいんです。輝く光はね、光輝くのはみんな平等でも色は違います。これが仏教でいう本当の平等なんです。差別即平等、違いがあっても平等なんです。仏教でいう本当の平等は、これが真です。なぜ共産主義がね、崩壊したかと言いますと、色を全部ね、赤にしようとしたんです、ね、みんなどんだけ働いてもね、働かなくてもね、同じ給料なんです。こんなことしたらね、みんなサボるんです。でどんどん生産が落ちてね、もう崩壊したんですね。理想は良かったんですけども、現実はですね、合わなかったんです。やっぱり蒔いた種に応じたね、この結果が来ないと人間頑張れないんです。どんな種が来ても結果一緒ならばね、人間やるときませんから。色を全部 ね、赤にしたのが問題だった。仏教ではこの違いはいいんです。一人一人ね、違っていいんです、ね、しかしそれぞれ持ち味を生かし、光を放つ人間になればいいんです。この平等ということは、これ仏教の言葉です。悪平等が多いですけど、仏教は本当の平等は、これを平等と言います。一人一人ね、能力とか違いがあってもいい、ね、違いがあっても私ほどの幸せ者はいないというね、人をと比べない、優越感もないし劣等感もないのが、これが本当の幸せなんです。これが極楽浄土と言われます、ね、人と差別しなくてもね、私ほど幸せ者はいないと喜べるんです。比べなくても喜べる幸せ、これがね、あらやし経義で説かれた幸せの境地であります。まあ、ちょっと話ちょっとそれてますけどね、まあ、参考まで知っておかれたらいいと思います。自由論の自由とはどういう定義ですか？
あの運命は自由にどうにでもなると。そう、人それぞれという意味で自由というね、赤青ってあるじゃないですか、うん、それとポジティブ意識もそうですけど、まあ、そうやって言いますよね、うん、それではないんですよね、自由論っていうのは。あの、まあ、ここに言いたい自由は、はい、この何でもなれるし何でもできるという考えは間違いですよという意味だけですか。そういう意味でここに今出しました、私は、はい、あのどう定義するかですけど、ね、私言いたいのは、はい、運命はですね、自由な面もあるけども完全な自由はないと言ってるわけ、うんうん、あの一応仏教では本当に自由と言ってますと。でもあの思い通りに何でも できるわけじゃないと。願いは叶うってことではない。種はつれば叶います。ただその種は根性でできない場合もありますから、もっと生まれた素質でね、あの根性いくら頑張っても願いが叶わない場合もありますから、それも知っておかないといけないんですよ。何回もね、書を繰り返していけば願いは叶うことはありますよ。私らが根性2、3章繰り返したらね、医者になるかも分かりませんね。もう根性絶対無理ですわ。もう才能がありませんからね、医者には絶対になれない。でも次生まれ変わった時にね、あのまたなれるかも分かりません、ね、だからそういうもともと持って生まれた素質もありますからね、勉強できるできないも。願って根性で取り巻きしたら根性で叶うものもあるし、根性で叶わないっていうものもあるから、うん、あの何でもできるっていうのは無責任ってことですね。そうですね、やっぱり演技ですから、巻いた種に応じた結果しか現れませんから、だからやっぱり種まきが、あのそれ相応の種まきできたら願い叶いますけども、やっぱり種まきしないと結果現れませんから、しかも人生限られてますからね。だからやっぱり、ね、できないことはできない、できることはできる、今残りの人生でね、できることをはっきり見極めて、幸せとは何かを知って、ね、あの時間を使ってもらいたいし、ね、あの見極めてもらいたいですね。まあ、ここで言いたいのは、ね、種まきによって何でもかんでも自由に叶うわけじゃないと。それ相応種まきをしないと、ね、いくら望んでもできないこともありますと。分かりやすい例外に言ったようにね、女性が男性になるとかね、今の我が身を無視して、夢を追いかけても難しい場合もあるということをね、知っていただきたいなと思います。ただ完全な自由論はないのでね、まあ、これ極端な考え方ですけどね、ただ消去法で、ね、削らせていただきます。じゃあ次、まあ、晩年になると私たちは宿命論に陥りがちになります。宿命論、これは運命は初めから決まっていると、ね、もう神から与えられたという考えと、過去の種まきで決まってしまっているという考え方です。大きく2つあります。仏教で2つに分けて宿命論、運命論を、解き明かします。まあ、宿命論も運命論も同じですね。宿はこれあの過去の意味があるんですね。宿世といって、過去によって、過去の種まきによって、もう運命は決まったという考えを、ね、仏教では宿災説と言います。過去、これ宿はこれね、宿世といって、過去世のことを仏教で宿世と言うんですね。宿世。過去世、ね、我々が作ってきた原因によって、今全部決まっていると。こういう考えが当時インドにあったんです。今のさまざまな運命は過去世にやった行いでもうすでに決まってるんだ、これからもねもう決められていてどうにもできないんだという考えを宿鎖因説、あるいは宿鎖下道といってね、真理から外れた道ですよと。よくあの下道下道と言いますけどね、これ正確には宿鎖下道と仏教で言うんですけどね、これはね、悪い意味というよりもね、真理から外れた教えという意味なんです。下道といった場合ね、なんか悪者を下道と言いますよ、日本語ではね。正確には仏教の言葉で、外れた道といってね、因果の通り、荒屋敷縁起、因果の通り、因縁正起というね、宇宙の真理から外れたことを説くのが下道なんです。だから仏教や宗教は、因果の通りからずれてますから、そういう意味で下道と言われます。で、この宿鎖因説はね、原因だけを解いて縁を解かないんです。因だけを解いて縁を解かないから、これも真理からずれてるんです。過去
の巻いた種まきによって結果が売れる。ここはいいですけどね、因だけで結果を受けるという考えになります。因だけでは結果を受けないんですね。例えばもみだめだけでは結果を受けない。もみだめをここに置いとってもね、絶対に米はできませんね。もみだめを実らせるためには土とか、ね、水分とか肥料とかさまざまな縁というものを揃えなければ、実らせることはできませんのでね。だから因だけで結果が起きるという考えを祝祭因説といって、これは真からずれてますよというふうに仏教では教えられます。これ縁ということを言ってませんから、これは真からずれてるんです。これが一つ目の宿命論ですね。でもう一つは、真因説と言いまして、この大宇宙にはですね、私たちの運命を支配する神が存在すると。キリスト教ならばエホバの神ね、あるいはイスラム教ならばね、アラの神、まあ、当時インドでもね、大時代とかね、そういうこの運命を世界を作った神がいるという信仰があったんです。これはどこの、国っていうのにあります、ね、この世は神様がいて、神様の意志の通りにこの地球が作られ、我々人間も作られたという考えですね、神説。でもこれは科学の進歩によっておかしいこともたくさん出てきたしね、科学と大きく矛盾が今暴露されていますから、ね、だんだん信じる人も少なくなってますけどね。まあ神の意思によって決まったと。でこれを、まあ、仏教ではね、因果の道理に基づいて、ね、これは迷信ですよとズバリ、ね、バサッとね、切られてます。理屈から言ったら合わないから、まあ、先ほどちょっと話したんですけどね、神というものはね、この大宇宙を作った神なんかはいないんだと、それをね、理論的に仏教では解き明かしています。